はい、今日は嬉しいお知らせです。おかげさまをもちまして、チャンネル登録者数が500人を突破いたしました。皆さんのおかげでございます。本当にありがとうございます。YouTube さんからこんな素敵なメールが届きましたので、こちらの方も一部差し込みたいと思います。それでは本日の納車式の様子をご覧ください。よろしくお願いします。とその前に、今回の納車式なんですけれど、通常の納車式という感じではいけませんでした。今事前に差し込んでいる動画なんですけれども、スペーシアカスタムの車両を連日お渡しするというスケジュールで対応させていただいてたんですけど、見た目全く同じなんですけど、実はカーナビの仕組みが違いまして、これの画像でいきますと、左の方のスペーシアカスタムがコネクトナビ対応、右側の方がコネクトナビじゃない方ということで、2台お渡しさせていただきました。土曜日1台、日曜日1台ですね。でその比較を別動画で撮ろうと思ってたんですけども、納車式の際に相当設定に手こずってしまいまして、通常の納車式ができなかったので、ここに事前に差し込ませていただきました。こちらの方がコネクトナビじゃない方の対応、コネクトナビじゃない方のモデルになります。屋根上に SOS ボタンがないというのが特徴的なので、それを見ていただいております。スリムサーキュレーターとルームランプの間に何もないのがコネクトナビじゃない方のモデルになっております。こちらのモデルはすでにアップさせていただいてます。納車式の様子をご覧いただければと思います。3月19日の納車しているモデルになっております。続いて、見た目全く同じなんですけれども、はい、パワースライドがついております。はい、で、今度左側の方ですね。左側の方を、まあ、見た目は同じなんですけどね、全く、見た目は同じなんですけれども、こちらの方が、新しく出ました、コネクトナビというものになります。ナビのサイズが10インチになりまして、ちょっと映してないんですけど、 CD の入り口がちょうどダッシュボードのパネル開けているところに入れれるようになっております。先ほどと比較してどうでしょう。SOS ボタンが搭載されたので、ルームランプとスリムサーキュレーターの間に SOS ボタンというのが搭載されたのものでございます。私もこれ初めての操作設定でしたので、ちょっとだいぶ手こずってしまいましたので、お客様には大変ご迷惑をおかけしてしまいました。この場を借りて、お詫びを申し上げます。ということで納車式の方に移りたいと思います。 ご視聴よろしくお願いいたします。ありがとうございます。タイヤは後でですかね。あ、持ってきました。オッケーです。はい。今つけてるフィルタイヤが、この方が正しいの。こっちのコイルマートが仕様で、これ外してもらいたいなっていうことで。はい。わかりました。わかりました。はい。了解。はい。了解です。じゃあ持って帰るのはこれのフィルタイヤでいいですよね。これをのフィルタイヤを持って帰る。はい。オッケーです。どうぞ。お車です。はい。お
大きく感じますね。まあ中にお店の中に入れてるから、はい、お車です、はい、かと思います。あとお願いなんですけど、ナンバーと、名前と、など出さないので、顔も当然出さないので、動画を撮らせてもらっていいですか？説明してる、説明してるのの内容の動画、はい、大丈夫ですか？はい、今 YouTube やってて、で納車の説明をしてる動画をちょっと撮りためて YouTube にアップしてるんですよ。なので一応の見てもらった通り、今ナンバーも隠してるので、はい、はい、こんな感じでうずしさせてもらってればありがたいなと思います。はい、で、書類説明します。どうぞ。よいしょ。はい、こちら車検証になります。お名前とご住所間違いないでしょうか。見えるか。はい。はい、で、リース会社に所有権ついていることで、春の税金、ご自宅に納付書以外ないようになっていますので、はい、はい、ナンバーが5920番になります。で、取扱説明書、保証書類、全部この中にまとめて入ってますので、一応お渡ししておきます。これが車検証一式です。で、実はですよ、コネクトナビっていうのを今回ご契約いただいてるんですけど、はい、コネクトナビの納車第1号なんですよ、昔は。はい、昨日もスペーシャル1台カスタム納車したんですけど、その方はコネクトじゃないタイプだったんで、スズキコネクトナビのやり方、この間お知り切れってことでしたけど、これです、はい、初年度のサービス利用料は無料になります。で、コネクトを利用する際はスマートフォンで、スズキコネクト会員登録をしてもらって、アプリの初回設定をして、で車両で動作確認をするという流れになるので、これをやってもらう必要があるっす。はい、実際お客様とのやり取りで、設定に1時間くらいかかってしまったので、やり方を簡単に、ご説明したいと思います。サービスの利用手順ですけれども、まず一番最初に、やっていただかなきゃいけないのは、お客様のスマートフォンで、コネクトアプリというのをダウンロードする必要があります。iPhone の方はこちら、なんだあれ、そうじゃない方ですね、 Android の方ですね、はこっちになります。こっちの方でダウンロードをしていただく形になります。で、会員登録ですけれども、会員登録に必要なものがまずあります。ご自身でご用意いただくのがクレジットカード、それから保険会社名が必要になりますけれども、一番必要なのが、納車時に、コネクト新規会員登録する際にコネクト登録シートっていうのが必要になります。こちらの方を確実に、納車をされる際は、お店から入手をしていただきたいと思います。ここの項目に、書いてる、ものを入れなきゃいけないのと、あとは車両データを入力する必要があるので、これは絶対必要になります。確実に受け取りをお願いします。手順としましては、新規アカウントを作成いたします。先ほどの登録シートの QR コードを読み込んでいただいて、アカウントを作成していただく必要があります。で、アカウントに、メールアドレスを入力して新規会員登録するんですけれど、アドレスに着信拒否とか、メールアドレスがわからないという場合は、事前に、お客様とのメールのやり取りをしながら、メールアドレスを把握しておいた方がやりやすいんじゃないかなと思います。そうするとメールアドレスの方に認証番号が来ますので、それを認証番号入力をしてアカウントを作成する形になります。で、アカウントを作成すると車両データを入れる項目が出てきますので、車のナンバープレート、それから保険会社の入力などがございます。で、クレジットカード番号を入力する必要が出てきます。そうするとサービス利用規約の同意が出てきますので、それぞれ読み込んだ後チェックボタンを入れていただいて閉じていただきます。その後お客様登録をする際にお名前、振り仮名、それから携帯番号とパスワードなどを入れていただいて、
SMS の送信ボタンを押していただきます。そうすると、メールアドレスじゃなくて、携帯の電話番号のショートメッセージの方で、パスワードが6桁でまた届きますので、これをまた入れていただく形の、二重設定になるみたいなので、ここは、ちょっと詳しくない方だと手こずってしまうのかなと思います。で、車の登録情報を入れまして、契約情報も入れまして、入れまして、で、会員登録が終わった後、お客様のカード情報で、ある意味決済みたいな形になります。で、処理して、登録が完全に完了という形になります。で、エンジンを始動した状態で、登録した状態のスマートフォンを持っていくと、そこで初めて、ね、新規会員登録ってなるんですけど、実際に今回納車したお客様は、クレジットカードの申請の部分と、それから、車両登録の方がちょっと行き違いになってしまったみたいで、エラーが発生してしまって、サポートセンターに電話をしながら、コールセンターに電話しながら手続きを行ったという形になりました。で、無事に会員登録ができましたので、初回設定をさせていただいて、アプリを起動し、チュートリアルの通りですね、進んでいきまして、ログインをしたときに、会員登録したアドレス、メールアドレスとパスワードを入力して、ログインが終わり、ピンコードを入力して、生体認証はするしないと選べますので、これを設定して、SOS ボタンの状況確認をして、初回設定が終わりという形の手続きをさせていただきました。実際は1時間以上かかってるんですけど、かいつまで説明するとこんな感じなんですけど、スマートフォンの操作が詳しい方、などを一緒に来ていただいて、お店で登録するのが一番いいのかなと思います。くれぐれも、登録シートだけ受け取ってご自宅でやろうとすると、うまく設定できないかもしれないので、納車の前に店頭で作業されるのが一番ベストかなと思いますので、一応お伝えをしておきます。ということで、無事に登録ができたというところからまた見ていただきたいと思います。それ今操作してるのもう一回見させてもらっていいですか。はい、じゃあちょっとやってくださいやってくださいっていうのはあるんですけど、今、はい、ではじゃあ鍵をこれで閉めてもらっていいですか。おいった、すげえ。で、じゃあエンジンスターターをお願いします。なんか今ドアのマークが、ある出てきた。これ今下に下げてます。見えなくなった。じゃあ上に上げてます。見えてきました。あ、はい、じゃあここの位置でこう上下してもらって、見える位置に設定してもらって。どこですか、どこで、これ、そこのこれでよくねえか、よくねえかって。俺は見えねえんだこっから私はこれでも見えて、これでいいよ。いいんじゃないですか、で、それが、位置の調整です。で、ここで明るさ調整できるんで、それで使ってください。はい、じゃあ、まだはここのヘッドアップディスプレイは長押ししてもらえれば消えるので。はい、であと、エアコンはオートエアコンになってますので、先ほどは、アプリで操作してもらった時は、アプリ側で温度設定できましたけど、オートにしてもらって、ここの温度調整してもらうのがいいかなと思います。これは前付いてるやつと同じですから、いいっすよ。違いましたっけ。私の車は触ってない。あ、そっかそっか。父さんの車は方につけたと思う。前と後ろ両方映るような前後にカメラタイプのトラレコールになりますので、駐車監視機能っていう機能と通常録画モードと2種類の録画モードになってます。で、エンジンかかってれば前後ろ映るっていうのが通常録画モード。で、衝撃が加わった時とかドア閉めた時とかは、
衝突録画モードっていうので録画させるので、エンジンが止まってでもかかってでも基本的には映る仕組みになってます、はい、これです、はいはい、かなすみません設定にこんなに時間かかるのもなかったっすごめんなさい準備不足でしたあと何かはご不明な点ありますか？スリムサーキュレーターという機能をついているのは、ここの屋根上さあるものなんですけど、風があくまでも循環するための、まあ、扇風機みたいなやつなので、ここからエアコンの風とか暖房とか出てこないんで、あくまでも室内の空気循環するだけのやつなんで、ここの、まあ、強さだけで風の強さを調整してください。歌の接続、うんブルートゥースやりましょう。これもちょっとお願いしてもいいですか。俺もこんなの乗っけてる、うん、だからあ、できたっすかあっちできないすごい適存でる設定のブルートゥースの、ブルートゥース設定の、機器登録のはい、ではブルートゥースの設定をします。接続は今刺さると思いますけど、この後に電話番号を同期しますかっていう問い合わせなんですよ、はい、同期しますってやればこっちの方さ電話帳データ全部入るんですよ。で電話かかってきた時に電話帳データの名前ポッて出てくるんですよ。どうしますか。同期してもいいですよ。だから分かんなくて誰だって思うのであなので、うん、分かったです。どうしよう。はい、OK、うん、です。うちの息子のあの携帯とそのできてなくて、この操作が多分わからなくて、うん、なので一回持ってきてやってもらってもいいですか。あ、全然いいっすよ。もうすぐできるんで、はい、うん、これやってもらったからこうだけど、自分でやればね、もう2時間も3時間もかかる。いや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 。であっちもやる。はい、やりましょう。お願いします。はいはい、実際にはこの途中で、車の操作説明をさせていただいているんですけれども、前日に上げた動画と同じ車ですので、説明を割愛させていただきます、詳細は前の動画をご覧いただきたいと思います、もう1台の車の Bluetooth の設定を終えて、ご出発となりました、参考になったためになったという方はチャンネル登録をいただければと思います。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。